はい、漫画マンです。今回紹介する漫画はキャプテン翼、高橋陽一先生の作品です。連載期間は1981年から88年、週刊少年ジャンプで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。キャプテン翼はサッカー漫画の金字塔、名作中の名作。全37巻、ヤンジャンというアプリで全話無料で読めます。読みました。とはいえ毎日コツコツポイントを貯めてそれを使ったりもしてですが、ボールは友達という言葉や主人公の大空翼のオーバーヘッドキックなど、作品を知らない人でも知ってるレベルではないでしょうか。私はというと、もしかしたら最後まで読むのは初めてだったかもです。太陽のようにカラッと明るい男の子、大空翼のサッカー人生を描いています。11歳の時から描かれ、小学生向け感は強いですが、分かりやすく魅力的なキャラとテンポの良さに引き込まれます。今作以降も続編は現在まで続いていくんですが、無印の今作ではサッカー選手としての夢が網膜剥離でついえ、飲んだくれとなっていた日系人ロベルト本郷との父と子のような関係性も非常に重要ですし、特徴的です。ちなみに見開きのカットが非常に多いのも漫画としての特徴ですね。小学生ながらスケバンっぽいヒロインとか、時代を感じる要素もありますし、むちゃくちゃな展開もあります。昭和の漫画だけあって設定に隙もありますが、そこはご愛嬌ということで。ところで、各学校のエースとマネージャーの恋はサッカーばかりしているこの漫画においていいスパイスになっています。さて、物語の流れとしては、小学校編で地域代表チームで日本一になり、翼はブラジルに行けるかと思いきや、ロベルトは家族のためなどの理由で連れて行かず、一人でブラジルへ行ってしまいます。翼のチームに欠かせない存在の若林くんと美咲くんもそれぞれの場所へ。そして中学3年の始業式へ話は飛びます。翼たちを軸にした話が見やすいので、先輩がいる1年2年を飛ばしちゃうのはない算段ですね。で、中学3連覇をかけた全国大会の様子が描かれ、決勝はライバル日向小次郎を率いる学校と対決し、死闘の末同時優勝。終盤数巻は国際ジュニアユース大会で全日本のメンバーとして戦い、死闘の末どうなるかは読んでみてください。ということで、サッカーが好きな人、昭和の名作漫画に興味がある人、令和の今も続く作品の原点が気になる人に現代でもおすすめです。終わり方について、ご存知の通り、想像の通り、国際ジュニアユース大会で優勝し、この年代ではサッカー世界一になります。そしてラスト1巻はその後の進路、主要人物の動向が描かれます。翼はロベルトともにブラジル行きを決めます。ヒロインのサナエにも告白します。さらに全日本のメンバーにもなり、合宿参加からのブラジルとの国際試合で鮮烈デビューも。そしてついに翼はブラジルに旅立ちます。松山千春の死闘、空を駆ける飛行機。最終ページはサッカーボールと一人フィールドを走る翼の姿。作品からみなぎるパワーを感じまくりで圧倒されます。昭和漫画と侮るなかれ、改めて読めてよかったです。ワールド優先へと続きます。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。